や、僕はもう船乗りになりたかったんだよ。うん、だ子供の頃から船が好きでね。で、商船学校受けて滑ったからさ、怒ったから写真やってるけどさ、入ってるわ、船乗ってたよっていう感じで船が好きなの。うん、まあ客船がね、うん、うちはね、あの親父がこう転勤ね、転勤がとっても多い仕事で、で、あの子供の頃から小学校だけで4回ぐらい変わってるしね。野菜だぞ。まあその行った先にある町、それは大きな町もあるし小さな町もあるんですけども、その一人で街の中をうろうろとにかく歩き回るのがもう大好きでね。とにかく、まあ、いかがわしいっていうの映画なんていうか知らないけど、いかがわしい写真をいっぱい撮りたいっていうさ、そういうなんかこう気分だよね。だからあんまり人影がねないようなさ、薄切れの街行くと僕は手も足も出ないんだよね。風俗のような場所がセクシュアルで、例えばその女性がねセクシュアルというだけじゃなくてね、街そのものがさセクシュアルにね。やっぱりこうせもうなんかこう体感が先でもうその時にすぐシャッターと切っちゃう。だから結構ノーファインダーが多いんですよね。一冊のね写真集を作ろうとねこう決めてる時というのは、あのだいたいお昼前に部屋を出てね、本当に野良犬みたいにさうろうろうろ、野良犬か野良猫みたいにさ、時には虫みたいにねこう路地から路地、また表通り、また路地ってさ、まあ、歩き回るわけさ。それで、夕方一遍ね、戻ってきて、シャワーでも浴びてさ、また出かけるわけよ。
それで今度は夜の街になるよね。そうすると新宿で一杯飲んで、またブラブラ写真撮って歩いて、またバー入ってまた飲んで、またフラフラ歩いてってね、まあそういうことの繰り返しですよね。で、使ってるカメラはいわゆるコンパクトカメラですか。もうここ十何年ほとんどそうですけども、それともう一つはコンパクトカメラのようなね、まあいわば他人から見ればさ、ちょっとおもちゃっぽいねカメラっていうのは、写真を撮っててあんまり相手にこう抵抗感を与えないっていうのかな。なんか一眼レフで構えてワーワーやるとね、やっぱ相手はこう避けるしさみたいなこともあるしね。だから、コンパクトは撮りやすい。で、やっぱり写真っていうのは何だろうっていうふうに僕は僕なりに考えて、まあ撮り続けてきて、でやっぱりこう自分でもなんかこう違うっていうか、これではないこれではない、写真は僕の写真はこれではないから、まあ写真そのものもこれではないというね、なんかこうそういういつも疑念とか。で例えばまあ今はオートのカメラだからカメラがオートにやるんですけど、当時はカメラにフィルムを入れていちいち自分で何枚かカラーシャッターを押すわけですね。でカラーシャッターを押すと当然そこには別に撮る意思のない、そこらの床だったりなんか空だったりなんか横の人だったりなんか映り込むんですけどね。でそれはカラーシャッターで映ったもんだからといってそれまでは切り捨ててたわけですけど、なんかそれもなんでこれが切り捨てられていかなきゃいけないのかなと。例えばこれなんか、まあ本当にカラシャッターにで写った像でもない、たまたまなんかこう何も写ってないカット、あこれだって写真だと言ってしまえばそれでいいんじゃないかとかね。これを出した時はほとんど無視されたというか、もうあれは写真じゃないとかね。でまあ、それは写真じゃないという本を作ってるんだから僕としてはいいんですけど、いやいや特にないけどさ、やっぱり写真というのは僕にとっては一番チャーミングなね、面白くて面白くてしょうがないわけじゃないんだよね、別に写真ってね撮ってても。でもなんかこうどうしようもなくもう
チャーミングなこうなんていうのかな手段であるしメディアであるしね。という、うん、ことよね。